皆さん、こんにちは。今回はキモいけれど不思議すぎて目が離せなくなる奇妙極まりない深海魚、マクロピンナのお話です。マクロピンナは、北太平洋の600から800メートルの深海に住む、かなり奇想天外な見た目をしているとっても不思議な魚です。体長は意外に小さく10から15センチメートルほどで、昼間は深海層で過ごし、夜になると上層に移動して小魚や甲殻類などの餌を探します。頭が透明で、その中に大きな緑色の目が2つ浮かんでいるのがとんでもなく奇妙な特徴です。まるで SF 映画に出てくるような姿からバレルアイフィッシュと呼ばれています。この動画ではそんなマクロピンナの秘密に迫ります。見れば見るほどキモい透明な頭は何のためにあるの？大きな緑色の目は何の役に立っているの？暗闇の深海でどのように獲物を捕まえてるの？水中ドローンによる貴重な映像も交えながら、マクロピンナの謎に満ちた生態をわかりやすく解説します。深海生物の不思議さに触れたい方は、ぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価も極めた時によろしくお願いします。マクロピンナは、深海生物を研究することがどれほど難しいかを人類に示した一つの例です。深海はあまりにも暗く、特徴のない世界であるため、観測することが極めて困難とされています。そのため、深海生物の自然な行動を直接観察することができず、言ってみれば事件現場の痕跡から犯人を特定するように、研究者たちはそこに住む生物の仕組みを推測しなければなりません。マクロピンナは、北太平洋の水深600から800メートルで見られるオキザリス幼獣オカの魚です。過去30年間、モントレーベイ水族館研究所の ROV によって調査が進められましたが、実際に観察されたのはたった7回だけです。パッと見では、口の近くに耳ありげな目が2個あるように見えますが、実はこれらは目ではなく匂いを感じる器官なのです。本物の目は巨大で、緑色の球体がレンズとなっており、まるで潜水探査船の操縦席のように完全に透明な頭の中に収まっています。最初見た時に誰もがこれは本当に魚の写真なの？と目を疑うのも不思議ではありません。ちょっとここで、深海の暗さについて簡単にご説明しておきましょう。深海の暗いと感じるのは当然ですが、実際は私たちの想像をはるかに超えるレベルで光が全く届かない真の闇の世界です。海中の光量は、水深が深くなるにつれて、波長に大きく依存して急激に減っていきます。最も光が減衰しにくいとされる青緑色の光であっても、透明度の非常に高い熱帯の海でさえ光量は水深100メートルで水面のわずか 1% になり、そこから100メートルごとにおよそ 10% ずつ減少していきます。水深300メートルになると満月の夜ほどの明るさになり、850メートルでは月のない曇った夜と同じくらいの暗さで、この水深850メートルが人間に見える限界です。平均的な海の深さは約4000メートルなので、透明度の高い場所でも海の大部分は夜と同じくらいの暗さなのです。さらに、多くの場所では海面から200メートルほどは植物プランクトンなどで濁っていて、その下はもっともっと暗くなっています。そのため、深海のほとんどの動物はほんのわずかな、人間には見えないような暗さの中で光を求めて生存競争をしているのです。深海は人間にとって暗黒の世界ですが、深海生物はどうやって見えているのでしょうか？深海生物の目は驚くほど多様な形をしていますが、デジタルカメラに例えてみましょう。デジカメを暗闇の中で映せるようにする方法は4つしかありません。1、より良いセンサーを使うこと。網膜と呼ばれる目のセンサーは非常に性能が高く、単一の光子を感知できるのですが、これ以上の改良の余地はほとんどありません。2、露出時間を長くする。露光時間を2倍にすると、目の感度も2倍になります。深海の人での中には、2秒もの長い露光時間を持つ者もいますが、対象物がぼやけてしまうという欠点があります。3、画素数を大きくする。超画素の幅と高さを2倍にすると、目の感度は4倍になります。人間の夜間は網膜で同様のことを行っていますが、初期のデジタルカメラのように画素数が少ないと、細部が表現できなくなり粗い画像になります。10年前のデジカメ画像、あるいは古い液晶テレビを思い出してください。最後に4つ目の方法ですが、それは単純に度光とレンズを大きくすることです。望遠鏡の表面をどんどん大きくしていくように、深海生物の目は大きなレンズを持つようになってきました。直径が2倍のレンズは、目の感度を4倍にすることができます。しかし、残念ながらレンズが大きくなると、それに伴い目の体積も8倍必要になります。これではエネルギー消費が増加するだけでなく、深海魚では頭の中に収まるスペースにも限界があります。そこでマクロピンナの目が持つ奇妙な構造を見てみましょう。一つ目は、目が球体ではなく、レンズと網膜をつなぐ太い筒状になっていることです。これにより、大きな目の感度を維持しつつ、エ
エネルギー消費や格納するのに必要な空間を小さくすることができます。バカでかい球体にするよりも筒状にした方が収まりが良いのですね。ただし、常に前しか見えないという欠点があります。二つ目に、レンズが鮮やかな緑色をしていることです。これは他の深海魚でも見られますが、その正確な理由は、実はまだよくわかっていません。深海の生物には光を出すものが多くいて、獲物に姿を見られないように、体の裏側で光を出してカモフラージュするものもいます。しかし、この光を出す量を調整しすぎて、逆に目立ってしまうことがあります。そこで、マクロピンノは緑色のフィルターのような働きをするレンズを備えることで、このフィルターが獲物から出る緑色の光だけを通し、邪魔な背景の光は遮断してくれるので、カモフラージュしている獲物を見つけるのに役立つと推測されているのです。マクロピンナの目で最も奇妙なところは最後の部分で、特徴の3つ目は、筒状の目が、なんと回転できることです。上を見る方向から、前を見る方向にぐるっと回すことができます。これは、同様の目の構造を持つ他の深海魚にはない、とんでもなく独特の設計です。筒状の目を持つ深海魚のほとんどは、一生上を向いて過ごします。上から差し込む光は、横からの光よりも50倍も明るいからです。でも、獲物の影を見つけて泳ぎながら上がろうとすると、目は真上を向いているので、獲物を見ながら食べることができず、非常に使い勝手が悪そうな構造になっています。それに比べれば、マクロピンナは深海魚の中でも合理的な形状の目を持っていると言えるでしょう。マクロピンナが見た目にとても奇妙なところとして、この回転する機能を持つ2つの大きな目が、透明なシールドの内部にあるということが挙げられます。このシールドの役割はまだ分かっていませんが、水中ドローンによる観察によれば、ゼラチン質の獲物の触手による傷から突き出した目を守っているのではないかという仮説が立てられています。本来は頭の中に収まっているはずの目が、回転するために外に出ていては傷つきやすいですからね。なお、捕捉するために目を保護しているシールドに触れると、そこの部品は取れてしまうようです。デリケートなんですね。深海は謎に満ちており、その全体からすればほとんど調査や研究が進んでいない未知の世界です。マクロピンナのような、奇妙なキモい生き物がこれからまだまだ発見されるかもしれませんね。いや、本当に生き物は奥が深いですね。チャンネル登録といいねは気が向いた時にポチッ。